なあ。おう。学校はどうだ？問題起こすようなことしてねえよな。お前な、おごしってのはな、月に2回書類を出す義務があんだよ。ただでさえめんどくせえんだから、変なこと書かせんなよ。いいか、社会には抗えない秩序や権力ってもんがある。一人で勝手にのたれ死ぬならまだマシだ。だが中には他人を巻き込むバカもいる。世の中にそんなバカが増えねえように、こっちで目をつぶしてやってんだよ。どうした？ああ、もう出るよ。遅くなって悪いな。わかってるって、いつものやつだろ。それじゃ後でな。ああ、見ての通りだよ。仕事にプライベートに大忙しってやつだ。お前が手伝ってくれるとすごく助かるんだけどな。殺せるじゃないの。ただでとは言わねえよ。手伝ってくれるなら、そうだな、コーヒーの入れ方とか教えてやるよ。悪くないだろ。よし、それじゃあ取引成立ってやつだな。教団とは言っても君は未成年。生活の基盤を支えていた者がいたはず。しかも君が怪盗団であることを知りながら、あの喫茶店のマスター、協力者だったんじゃないの？我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり、ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我皇后のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、じゃ、手伝うって件よろしくな。頼んだぜ。じゃあな。